違うじゃん、雰囲気が。そうですね。なんか最近が多いよね。なんかうようよしてる感じが。うようよしてるのは最近ですね。うん、でも年中はいなさそうな気は、ちょっと油断はできないが、もうちょっと見てからね。流れてるのは違いますからね、全体的にちょっと流れてますよね、はい、上の方へ、はい、で、もぞもぞしながら、もぞもぞしながら流れて、はい、こっちの方にね、はい、これとは原虫の動きじゃないからさ、あそうです、あの素早くはないですね。そうですね、これはでも腸内細菌層は崩れてそうな感じの動きですね。原虫はいないです、はい、今私見た感じだね、はい、でちょっと倍率を見て寄生虫の卵、よいしょ、寄生虫の卵はこれぐらいで卵が見えてくるけど、卵っぽいのはいないですね、はい、それから二消化反応、これどっちか、ごめんなさいね。あ、いえいえ。失礼しました。そうだ。これは炭水化物だから、味噌がかかると黒くなってきます。あ、はい、黒です。からね、それからちょっと紫っぽくなる。あ、この中ちょっと紫っぽいから。ちょっとだけ不消化が出てきましたね。もう一個脂肪の不消化というか未消化は赤く染まると。なんか出てますね。ちょっとこの辺赤いよね。赤いです。ね、うんちと混じって、はい。そうか。はい。だから、はい、ありがとうございます。